やっぱり次回実質最終回。はい、皆さんこんにちは、ニューニーです。本日はですね、いやーもうね、先週日曜日のね放送めちゃくちゃ良かったじゃないですか、仮面ライダーセイバー。それがね、次回最終章ということで、次回予想、もう予想もクソもないんですよね。ここまで来たらもうシンプルにストーリーを楽しむだけっていう感じなんですよね、っていうのをほんまに2話ぐらい前に気づいて、結構ねこう考察ポイントをねめちゃくちゃ探してたんですよ。そのために 2,3 回見返してたんですけど、いやちょっと待てよと、考察ポイントを探すよりこれは伏線回収ポイントを探すべきではないかと思ったら、もう時すでに遅しでしたね。なのでもうね、シンプルな感想なんですよね。もう今日もちょっと次回予想になるんですけど、もうね、予想もクソもないんですよね。もうシンプルにこれはもう、この1枚だけ見ても、もうね、ハッピーエンドじゃないですか。もうこの1枚、トーマ1人、背中しか映ってへんけど、これ見るだけでももうね、ハッピーエンドなんですよ。で、あと、もうこれ。これ見るだけでもね、もうハッピーエンドで、もう誰がどう見てもバッドエンドじゃないんですよね。みんな笑顔。マスターロゴスも笑顔やし。まあ、タッセルももちろんこうね、ちょっと顔分かりにくいけど、多分これ笑顔でしょう。で、この、ストリウス、レジエル、ゾース。この3人もね、いい顔してるんですよね。で、あと1人。このバハトが、バハトね、髪型変わりましたね。切ったんかな？谷口さん、髪の毛切ったんかな？これ。でも結構珍しいですよね。このストーリー内で、髪型が変わったとしても結構ズラをかぶったりとかっていうよ元のね髪型に寄せたりするんですけど、結構これが谷口さんであれば完全に髪型が違うので、珍しい、そのまま出るっていうのは結構珍しいかなと思いました。ここで速報です。谷口さんのインスタグラムの方でですね、バハトがまた日朝に帰ってくるという情報が今先ほど入ってまいりました。谷口さんヘアスタイルが変わってバハト復活ということですね。非常に嬉しい速報でした。では続きをご覧ください。この仮面ライダーウェブの方をちょっとね読んでいきたいなと思うんですけど、力の源、そして物語の源であるワンダーワールドが消えていく。世界から物語が消えていき、世界そのものも消えていく。ユーリは消えかかりながら前に進む。トーマに一目会いたい一心で歩みを進めるルナ。最後の力を振り絞るケントとレイ。そして、ワンダーライドブックが力を失い、ワンダーワールドが消滅する。消える世界、消えるトーマ。すべては全知全能の書に記された、定められた結末へ。あなたは忘れられない物語はありますか？いや、これね、この文読んだだけで、ああ、もうほんまに終わりなんやなっていう感じしますよね。で、まあ、消えるトーマっていうのはちょっと気になりますけどね。どういうことなんでしょう。で、続きですね。いにしえより始まり。未来永劫続く終わりなき戦い。どうするかはあなたの心に委ねます。第2章でソフィアがトーマに告げた言葉です。はるか昔、タッセルことビクトールが力を手にした時から始まった。長きにわたる物語が間もなく終わりを迎えます。抗えない力、定められた物語。その一部として最高の結末を迎えようとするストリウス。最後まで諦めず、未来を変えようとするトーマたち。戦う力を持たないメイも信じて諦めない。メイが伝えようとする思いとは。決まっている結末、変えられると信じる心。本と聖剣をめぐるセイバーの物語もついに最終章。物語の結末を見逃すな。ということで、もう、ほんまに終わっちゃうんですね、仮面ライダーセイバー。これはね、ちょっとね、悲しさしかないですね。で、まあ、このね、写真を見ていっても、結構ね、面白いんですよね。この、トーマがね、この、セイバー、ブレイズ、エスパーダが並んでるんですけど、セイバーがつけてるのが、これは、オールマイティー・ワンダー・ライドブック、新しいライドブックなんですけど、これもほんまに、令和の定番になりそうですね。仮面ライダー01でもあった、リアライジング・ホッパー。見た目は一緒やけど差し込んでるアイテムが違うということで、ちょっと通常フォームよりもパワーアップしているが、
最終フォームには劣るみたいな、最終もう最終形態ではないんですけど、もう最終回限定フォームなので、まあ、これが例えばそのブレイブドラゴンじゃなくてオールマイティフォームみたいな、リアライジングホッパーとライジングホッパーみたいな感じで、あのオールマイティブレイブドラゴンみたいな名前がつくんじゃないかなと思います。そしてちょっと久しぶりに登場しましたね、このプリミティブドラゴン。プリミティブドラゴン出てくるとは思いませんでした、正直。最終回あるあるですよね。中間フォーム、最強フォームっていう形で出てくるんですけど、今回仮面ライダーセイバーにしても、おそらくまあドラゴニックナイトはもう形がね、あのスーパーヒーロー戦記のフォームに変わってしまってるから、もしかしたらドラゴニックナイトはもう登場ないかもしれないんですけど、まあドラゴニックナイト、プリミティブドラゴン、エレメンタル、プリミティブドラゴン、クロスセイバー、そして最後にオールマイティっていう感じで、フォームチェンジがねどんどんこうされていって、最後の最後はこの最終回限定フォームで終わりを迎えるのではないかなと僕はちょっと思っております。そしてちょっと気になるのがですね、結構このね仮面ライダーウェブに写ってる写真って結構ねなんか間違いが意外と多いんですよね。先週の分であれば、これもね誰かが見つけてくれたんですけど、このトーマのね写真なんですけど、手には、ハオケンクロスセーバー持ってて、ベルトにもねハオケンクロスセーバーが刺さってるので、この切り替えの瞬間の写真を使ってたりするんでしょうね。で今回気になったのが、これもまあミスでしょう、ミスというか何かのこうつながりの時の写真なんやと思うんですけど、エスパーダのベルトなんですけど、これがねちょっと刺さってる位置が、ランプのアランジーナのところに、おそらくこれはレンの、サルトビー忍者伝が刺さってて、真ん中にニードルヘッジホックと、最後向こう側見えにくいんですけど、多分これがトライケロベロスが刺さってるんかなっていう。だからもしかしたらエスパーダでも奥に映ってる剣山は変身解除されてないので、例えばこれで奥にねレンが倒れている写真があったら、こう最後にねレンの力を借りて変身したとは思うんですけど、多分これなんかのミスでしょうね。エスパーダの左腕もランプドアランジーナのままなので、特に何かね、あの緑要素がないので、一番嬉しいパターンで言えばレンの力を使って最後、エスパーダも姿は一緒やけどちょっと最終回限定フォーム的な感じなのかなと思いました。でしっかりねこのリンタロウとケントもね、このストリウス、セイバー、あのトーマの元にねたどり着けるんですよね。でやっぱりこの3人が力を合わせて、ストリウスを倒すという感じで、いやだからどういう最後をストリウスがどういう最後を迎えるのかっていうのをかなり気になるところではありますね。でこのオールマイティーワンダーライドブックなんですけど、僕はあのエレメンタルドラゴンみたいな感じでこう受ける差し込む何かがもう一個出てくるんちゃうかなと予想したんですけど、結構もう案外そのまま使うんですね。ちょっとこれ最後ね楽しみですね。多分おそらくこれもね商品化されるでしょう。リアライジングホッパーもね商品化されてたし、このオールマイティライド、オールマイティワンダーライドブックも商品化されるでしょうね。これはいやちょっと欲しいなと思っております。で最後やっぱり気になるのがこのねシーンで、トーマがやっぱり世界を救って、今のね現実世界から消えてしまうという結末なんでしょう。それかもしくはトーマ死んじゃってる系なのかな。だから言ったらあの世、言ったらここに映ってる面々を見ても全員もう死んでいる存在というか、マスターロゴスもストリウスに殺されてしまったし、ビクトール、タッセルもストリウスに殺されてしまってるし、レジール、ズオスも、ブレイズとセイバーにね、敗れて、死んでしまっていて、バハトも、そうですよね、セイバーにやられてしまってるので、もしかしたら、この、ワンダーワールドっていうのは、あの世なのかもしれないですね。
なのでこれで言うとハッピーエンドがちょっと怪しくもなってくるんですけど、まあなのでまあトーマも消えてしまったってことでしょう。言ったら、仮面ライダーガイムのあのコータみたいな感じで神様ではないけど、現実世界には現実世界を拠点としなくなったという感釈でいいんちゃうかなと思います。まあ、楽しみですね。でおそらくまた関西人はこれ残念なことに甲子園がねちょっと雨で延期で予備日がねなくなってしまったのでリアルタイムで見れないっていうね悲しさがあるんで、ぜひ皆さんTTFC 関西人の方は TTFC にもう今のこの機会に入って TTFC でね見ていただければなと思います。ということでね今回はこんな感じで、でその次ですよね、8月29日はおそらくセイバーからリバイスにバトンタッチ会なのかなと思いますので、それもちょっとね気になります。どういうストーリーでどういう感じで描かれるのかっていうのをね楽しみにしていきたいなと思っております。ということで本日はこれで以上です。ご視聴いただきありがとうございました。本日の動画はいかがだったでしょうか。楽しんでいただけましたか。ああそうですか、よかったです。ということでですね、まだ高評価を押していない方はぜひ高評価を押していただいてチャンネル登録もよろしくお願いします。また明日も楽しんでいきましょう。それではバイバイ。